下半身にのみ衣をつけた美と愛を司る女神。両腕は失われ、頭、胴体、足が残されています。この作品はミロのヴィーナス、紀元前100年頃ヘレニズム時代に作られた大理石の像です。地中海のミロス島で発見されたために、ミロのヴィーナスの名で呼ばれるこの像が取る上体を強くひねるポーズは、この像が作られたヘレニズム時代の彫刻の特徴です。これに対し、小さな頭と口、鼻筋と目が明確な輪郭を示す点は、ヘレニズム時代より前のクラシック時代のギリシャで作られた彫刻の特徴です。前の時代であるクラシック時代と制作者が生きたヘレニズム時代の両方の特徴を併せ持つこの女神像は、2つの時代の橋渡しをする重要な作例であると言えるでしょう。